はい、おい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 、またやったな、このバカチンガー、この野郎。はい、どうも、ムケオです。このチャンネルは私、平成元年生まれ、ムケオが、ロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしく、お願いします。一つ目、アムケマス、キムコモテケト、ドーと、おい、バカだね、この野郎。またやりよりましたよ。アホンダラが。またアホンダラがね、やりよりました、本当にね。バカチンガーというところで、ちょっとね、またロレックスに関するね、事件が、ロレックス事件簿でございますね。ロレックス事件簿の方、こちら発生しておりますので、こちらね、皆さんにね、紹介してね、事故防止、うん、そしてね、あなたも気をつけてくださいというところを、ちょっとね、共有していきたいなと思いますね。はい。それではね、どんなニュースだったかというところでございます。はい。ちょっとね、読んでみたいと思いますよ。神奈川県。神奈川県警小田原署は13日、窃盗の疑いで、いずれも自称で横浜市保土ヶ谷区岩崎町無職の男、21歳を逮捕した。ねえ。逮捕容疑は12日午後4時頃、同市中央区伊勢崎町の質屋で、ロレックスの腕時計1点、販売価格203万5千円を盗んだとして、いると。ね。容疑を認めている。書によると、男は腕時計を試着したまま、走って逃げた。バカかおい。翌13日に、小田原市内の質屋に腕時計を売りに来たことから逮捕に繋がったこのバカ誰が。このバカ誰が本当に。何をやってんだお前。お前は何をやってんだよ、本当に。何伊勢崎モルト、ゆずのね、ほんとね、さよならバスよーですね。もうほんとね、私、ゆず好きなんですよ。もうね、お前なんかさよならバスや、お前。さよならパトカーに乗って、お前、捕まってしまえ、この野郎。てかもう捕まったんですけど、何をしてんだ、何をやってんだって、ほんとに。21歳、お前。無職働け、おい。何やってんだよ、マジで。本当にね、ふざけてますね、こいつね。なんでしょう、203万5千円ってなんでしょうね。中古販売価格203万。まあ、それはまあ、ものによって、そのね、程度によって、まあ、203万って言っても何にかわかんないんですけど、ちょっと程度の悪い、GMT マスターとかだったら許さんぞ。俺が欲しいんだ、その、ペプシの、その、やつとか、バッドガールとか、俺が欲しいんだ。何お前は、それをつけて、ねえ、こうでしょうね、こう。試着しようかな。ちょっといいですか、ちょっと鏡見ていいですか、あ、いいですよ。ではそちらの鏡に、って言ってね。こう、鏡にちょっとこう動いた瞬間、んダッシュバクダレこいつウケるな、マジ。アホやな。マジ、ドリフじゃないんだから。ねえ。ほんま。で、ダッシュして、こいつね、この人ね、このアホンダラね、マジで。ね、伊勢崎、私よくね、私、村広ってやつがね、よく、私の動画でよく出てくるの、村広ってやつが、その、横浜住んでたんで、よくこのね、伊勢崎モール行ってたんすよ。で、伊勢崎モールは、まあ、ゆずの聖地って、私ゆずも好きだって、ああ、ここがゆずの聖地か、とか言って、思ってたんですけど、大体ね、その土地勘とかもわかるんですけどね。本当にこいつ、それつけたまま出して逃げやがって、本当に。で、しかも、この男ね、腕時計ね、13日ね、小田原市内の質屋に売りに出してるんですよ。ん、ちょっと離れればいいじゃねえんだよ、お前。おい。おい。ちょっと離れればお前バレないかな、じゃねえんだよ、バカ野郎。ちょっとね、教えてやろうか、お前に。本当に。もうね、もうもうこう、笑っちゃったよ、この事件、本当に。あのね、ちょっとお前聞いとけよ、本当に。あのね、ロレックスっていうのはね、本当に、今ちょっとでもね、ロレックスパクってやろうとか思ってるやつもやめとけって本当に。ふざけんなお前。本当バカ誰が。あのね、ロレックスって、シリアル番号っていうのがあるんですよ。シリアル番号っていうのが。まあそれはズル向けの方はもうそんな当たり前のことって言うかもしれない。ね、知らない窃盗をしようっていうね、そのね、ロレックスの、もうね、もう端にも、もう何もは置けないような、お前に言ってんだよ。シリアル番号っていうのがあるんです。だからそのね、今回その、ね、試着して逃げたこの男に関しまして、多分そういうの知らないんですよね。で、シリアル番号があって、要はね、もうすぐ足がつくんですよ。で、小田原で売れば捕まんねえじゃねえんだよ。それ、ね、もう質屋さんでさ、もうその、まあその、
古物商のその多分ネットワークみたいなんがあって、すぐさそっちでパクってそっちで売ったって言ったらさ、もうそれもう私を捕まえてくださいみたいな、そういうイメージなんですよね、完全に。もうそのギャランティーカードとかがもしね、その盗んだ前の方のそのお店にあったのであれば、そっちの小田原の方で売ったらもう一瞬ですよ、あなた。うん、一瞬だから、今ちょっとでもね、そういうなんかさ変なこと考えてる人はね、もう無理だから、稼いで買えよロレックスをよ、本当にもう私を捕まえてくださいじゃないんですよ、もう本当にさよならパトカーでございますよ。すぐ翌日に売りやがって、お前みたいなやつは本当に仕事が早いなお前、本当にな。まあね、でもちょっとね、やっぱ気をつけないといけないですよね。まあ正規店の方にもね、これはね、考えてほしいです。まあ私もよくね、試着させていただくんですけどね、まあそりゃ向けよ、もうね、絶対に何があろうと向けよがね、向けよ足早いっすけどね、あこの金無垢の GMT いいですねっつって、まあ時々ねつけさせていただくんです、本当にありがたいことにねつけさせていただくんですけども、それでね鏡をこう見に行くんですよ。その時ね、明らかにあれ逃げれるね、あれね。まあどうせそれ質屋とかに売っても足はつくんですけど、まあね、ちょっとね、正規店の方もね考えていただかないとね、こういう輩はやっぱいますからね。まあ、どう考えても、私が、ね、この鍛え抜かれた足で、GMT マスターの金無垢を試着した後に、ドリフみたいに、んたっ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 たら、たったったら、たっ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 たー言って、ね、ダッシュで、外に逃げたら、多分これ逃げ切れちゃうなまあ、その後どうせね、売った後でね、すぐ、捕まっちゃうのは捕まっちゃうんですけど、まあね、だからちょっと正規店の方とか、あと、まあ平行店の方もですよね。まあよくね、私も試着させていただくんですけども、多分できちゃうからね。これ見てたらちょっと本当ね、気をつけないといけないっていうことですよ。これを見て、あやっちゃおうじゃねえよ。うん、バカだれ。すぐね、足はつきますから。まあ捕まるのは捕まるんですけども、はっきり言ってただの迷惑行為ですから。どうせ捕まるのに、あバカがまたやってんなぐらいの感じで、どうせ捕まるなあいつダッシュで逃げたら、お前アホかっていう、もうほんとね笑っちゃいましたよ、この事件見た時マジで。はい、でまあね、ちょっとね正規店とかね平行店の方も、まあ試着、まあ私はさせていただく側ですからね、本当にそこに関してはありがたい限りなんですけれども、やっぱちょっとね気をつけていただきたいなと。そうしないとね、本当にねそういうやつのね手にね、ロレックスっていうの渡したくない。うん、本当にみんなの夢、男の憧れ、それをそうやって盗んで、お前がつけたとてね、質屋とかじゃなくてお前がつけたとて、お前ね分不相応がね、あ久しぶり言ったなこの言葉、本当私一番初めこのねロレックスチャンネルをね立ち上げた時に視聴者さんの方に言っていただいたんですよね。分不相応だよ、ロレックス似合う男になってねえんだよお前がつけたとて。うん、しっかり働け、働いてお金貯めてロレックスを買え、そうしないと意味がないだろうね。それを言いたいんですよ本当に。本当バカなのかんて、ね、怒ってるよ向けよさんはっていうところでございます。あお前はね、うん、本当にね今回悪いことをしたとは思うよ。でも捕まって反省もしてるか、してるだろうな。うん、お前な、な足も早いじゃんね、そうやって質屋さんからねパクって逃げてダッシュで逃げ切ったんだろ、足も早いね。翌日すぐ小田原っていうちょっと遠いとこまで行ってさ、売る行動力もある。うん、もうお前しっかり反省してな、ぜひな、しっかり反省してな、牢屋でな、しっかり反省してからまたね悪いことしたってごめんなさいロレックス様というところで、ロレックスの恩返ししてみろよな。無形はな、一回失敗したからってな、うん、お前をもうな、地獄に突き落とすようなことはしないから、うん、まあもしあれだったら無形を頼って、来てくださいというところでございます。はい、そんな感じでね、前にはぜひな、ね、また戻ってきてね、本当ロレックスのためにね、高級時計のために何か恩返しをしてほしいなと
思います。もうねやっぱねこういう事件結構最近多いですよね。やっぱちょっとねやっぱいろんなところでロレックスの価値とかやっぱその資産価値とかねそのリセールバリューであったりそういうことってやっぱいろんなところで言われている昨今でありますので、やっぱりね皆様も気をつけないでこのロレックスユーザーのズル向けの方に、関しましても本当にね気をつけないといけない時代になってきたんでしょうね。はい。まあ、これつけて、オープンカー、こう、手出しててね、石田純一さん、時計ね、外国でパクられたらしいですね。やっぱ高級車乗ってて、手についてる時計はね、ちょっとかっこよかった。もうすぐそれ高級品って分かっちゃいますから。気をつけてね、行かないといけないというところで、皆さんも気をつけましょう。そして、絶対に、こんなことをするなよ。いいか、いいか。こら、21歳、働け、ちゃんと、というところで。本当ね、ちょっと笑ってしまったけども、笑っちゃいけよね、本当に。ダメだよ、こういうことやったら。いいですかね、何をやってんだお前は。というところで、ちょっとね、説教してみましたというところでございます。はい、そんな感じで。ではね、平和な世の中になりますように。目指すは世界平和。以上です。ムーキムキオッケー。ではまたー。